てたのか。この頃ちっとも店に現れないんだもん。押しかけてきたの。仕事が忙しくてね。今夜だって看板過ぎまで待ってたのよ。おかげで嫌なお客に出払っちゃった。水をくれ。バーズトムって本当に情けないわ。お客は下品だし、給料は少ないし。やめたらいいじゃん。簡単に言うわね。やめたらどうして食べていくの？僕と結婚すればいい。酔っ払ってデタラメ言ってひどいわよ。本気だよ。今の仕事があったら結婚しよう。本当かしら。その代わり、条件がある。何よ。結婚するまでパンドラというバーに勤めてもらいたい。なぜ？そこの客に真当たりという男がいる。そいつが誰と会い、どんな話をするか、調べてくれないか。バーになるわけ？まあそうだ。